態で、あっという間に9点も差が開いてしまった。長尾さんにワンマンプレーはダメって言われてたトビ君だけど、そんなのまるで聞いてないみたい。あれ、トビ君もしかして。ごめん、長尾さん、トビ君に任せてみたいんだ。次回、アヒルの空、ベストメンバー。